ですね、自信がないあまりに自傷行為などが止められなくて、老け顔って周りによく言われてたんです。太い太もも出して人前に出て恥ずかしくないの？目つきが悪いから、なんか性格も悪いとか。安川キララさんみたいに綺麗になりたいと思ったので、そうやってみたい気持ちはあるんですけど、怖さもあります。よく雑誌の企画で変身企画ってあるじゃないですか、まあ、もちろんその場ではすごく素敵になるんですけど、それまでに行くプロセスをきちんとメディアで発信できないかなっていうところが前からずっとなんかやりたい企画であって、その美容整形を受ける患者さんも毎日のようにお会いするんですけど、それって結局表面的な希望とかやりたいとか綺麗になりたいっていう、もう本当に分かりやすい理由で、その奥にあるものってストーリーは全く聞かない。今回の企画はやっぱりその人のなりを全部見た上で先行して決めていくっていうのが非常に面白いので、どういう人が集まって、どういう方がオーディションされて、どう変わるか、もう想像しただけでワクワクして、感電18号、年齢は31歳です。今回応募させていただいた理由は、自分が、ライバーとして、美容系の配信をよくしていて、どのものを使ったらどんな風な感想なのかとかをリスナーさんに伝えているんですが、もともと老け顔ってよく言われてたんで、で今自分で気になってるのが目周り、目の下のシワとかクマ、あとおでこのシワですね。であとほうれい線と、やっぱ小顔になりたいのでリフトアップ。顔にコンプレックスあるのは皆さんみんなあるんですけどね、はいはい、うん、その中でどうしていったらいいのかっていうと、やっぱ男前になっていけば、はい、そういうのは全部改善していくと思うんですよ、はい、だからリフトアップって基本的にいる年齢じゃなくて、はい、老けて見える原因が何かっていうところを考えていかないといけないんですけど、モカです、22歳です。自分に自信がないっていう理由です。私は小さい頃からずっと美容に興味を持っていて、興味を持っているからこそ美容を知っていくにつれて、自分の直したいところとかがどんどん出てきて、自分にどんどん自信がその分なくなってきました。私は飛鳥きららさんみたいな堂々とした女性と勝つ顔になりたいなと思ってます。笑うことでほっぺたがすごくなんか大きいねとか言われて、いくらダイエットで頑張ったとしてもちょっと顔のぽっちゃり具合が気になるなとか、あと目がつり目だから気が強そう、話しかけにくいって言われるのがコンプレックスなので、柔らかい印象になりたいなと思ってます。ちょっと横顔見せてもいただけます？うん、はい、わかりました。そうすると顔が引き締まるので、一生懸命口を多分力抜くと口が開いちゃうタイプなので、余計に口をこうグッとやるから、ここにシワが寄るから余計にマイナスで。ピョンス32歳です。今回応募させていただいた理由が、私は今まで一度も綺麗ですとか美人と言われたことがないんですけれども、内面から作られる外見もあると思うんですけれども、外見から作られる内面もあると思うので、そうですね、離れ目と釣り目でちょっと目も大きさが小さいですし、顎が小さいので E ラインも綺麗じゃないなとコンプレックスを持っています。主人にしか伝えていないんですけれども、やりたいならやってきていいよって否定せず背中を押してくれたので、期待に添えれたらなと思います。
確かに目離れてるね。離れてます、うん、小さいし。小さいというか、まあけど目頭であんまり変わらないタイプだよね。もともと目頭もまあまあちょっと開いてるので、うん、はい、目はやってます。やってない。やってないです。美容整形歴はない。はい。レイヤーです。20歳です。僕はなんでこの企画を受けようと思ったかというと、美容整形すごく気になっててずっと調べたりしてて、でもなかなか一歩踏み出せずに、それも理由があって、やっぱ整形に対する偏見だったり、男性で整形する方ってやっぱ最近は増えてきたけどちょっと少なかったり、あと自分がまだ若くてちょっと周りに何を言われるか分かんなかったんですけど、特に気になるのは目元で、やっぱ目つきが悪いとか言われたり、あとは目力がないとか顔で見下されたり、あと目つきが悪いからなんか性格も悪いとか勝手にイメージをつけられるのはすごく悲しかったなっていうふうに思います。男らしくなりたいのかな、それとも可愛らしくなりたいのかな。男らしくなりたい方なんだ。あとは顔の脂肪を取ったりとか、あとちょっと横顔を見せてもらうかな、うん、顎はしっかりあるからね。だから鼻も形が悪いわけじゃないけど、ちょっと短いんだよね。女性的なのかもしれないね。ヒカルと言います。38歳になります。ライブ配信とか YouTube とかをするようになって、自分の顔っていうのを見る機会がすごく増えまして、ちっちゃい頃から老け顔には見られてたんですよね。年齢よりはずっと上に見られてて、それが嫌だなって思ってた。ヒゲはやっぱ生えてくるんで、ヒゲは剃るようにはしてたんですけど、やっぱリフトアップと、あと毛穴が気になるなっていうのと、あとクマがちょっとずっとひどいんで、まあ、この辺がやれたらなとは思ってます。やっぱりこう写真見ると思うのは、やっぱ顔が丸顔がすごく強調されてるタイプなんで、はい、うん、そこがちょっと一番気になるんですよね、うん、多分、はい、ちょっと前に来ていただけます、はい、顔に脂肪があるかですけどね。バッカルありますね、これね。痛いでしょ。めちゃめちゃ痛いです、はい、それ何なんですか。ここバッカルファットって言って、はい、脂肪の塊で膜の中にあるんですよ。ここにあるんで、笑うとここがボコッと出ますね。このぐらいあると口噛むんじゃないですか。あ、でもあの噛んで口内炎とかできます。ここね、はい、噛むでしょ。太ったら噛むんだよね、余計に。レイナワールドと申します、年齢は非公表です。人前に立つ仕事をこうしていて、オーディションとかに行きますと、やっぱり背が高くて顔がちっちゃくて細い子っていうのがすごく多いんですね。で、悔しい思いを何度もしてきて、スタイルが良くないといけないなって思って、あの半年で16キロ痩せたんですね、悔しくてなんですけど、16キロ痩せても太ももと顔だけがやっぱりどうしても納得がいかなくって、まあ16キロ痩せたということで、はい、さっきも聞いたんですけど、はい、ちょっとここに、うん、お肉が残ってしまったんですよね。まあそれは吸引ですよ。だからまあさっきも言ったように、うん、痩せたいところが痩せる人ってこの世界中誰もいないんですよ、はい、胸を痩せずに、理想の形に痩せた人っていうのは多分いなくて、男性は割と絞って筋肉つければ理想的な体に逆三角形になったりはするんですけど、はい、女性の場合は落ちちゃうから、うん、お尻も垂れちゃうし、うんうんうん、痩せ方も半年で16キロっていうのは無謀じゃ無謀なんですよねそうですね、ちょっと、うん、生理止まったりとか、健康被害も出てくるので、ミッキーです、24歳です。もともとアイドルをしてまして、で今はちょっとその業界からはちょっと離れてるんですけど、昔の自分のように、動けるようにとか、もっと自分に自信持って、日本の男性のアイドルも好きですし、韓国の今流行ってる K-POP のアイドルとかもすごい好きで、かっこいいだけじゃない綺麗な、男性になれたらなって思ってます。何もしてないというか、激しい運動とかもしなかったんで、もうやっぱ太ったねってよく言われますね。顔は太りやすいんだよね、多分ね、はい、ちょっと痩せたいっていうのもあるんですけど、結構顔をやりたい。二重顎というかね、はい、丸顔でね、ありますね。ちょっと横顔見せてください。こっちですか。うん、うん、はい、わかりました、はい、
でも皆さんなんかこう撮られたいみたいなビジョンがもう明確にある感じですよね。そう、この3人は明確だね、うん、すごい、なんか面白そう。どちらかというと全身系ですね、うん、そうね、3人ともね。そうですね、うん、うん、カホのカホ、29歳、腕やちょっと足がすごく太くて、女の子っぽい可愛い服がちょっと着れないということがすごく悩みで、自分に自信を持つことができないのため、肩が広いのとその腕や足が太いのでガンダムと言われたり、エヴァンゲリオンとか、そういうちょっと大きなそういうキャラクターに例えられたりとかがあります。筋肉質ではあるんだろうなという感じは写真ではするので、そのあたりは限界がやっぱあるんじゃないかなと思うんですけど、その細かった時のそのスキニーパンツとかはそんなに細かったんですか？普通ぐらい？今より、だいたいサイズで言うと58ぐらい入っています。今は64とか入っています。お尻周りに脂肪がついちゃってるのかもしれないですね。そうです、はい、うん、やはり今回はその人の本当に変わりたいっていう思いとかストーリーを一番大事にしたいなっていう、その変わった後にどうしたいですかって質問した時に、こんな風に変わりたいとか、あとそうなった自分を見てもっと皆さんに自信を持ってもらいたいとか、やっぱり男性でも集まってくるんだなっていうのが今実際自分で肌でも感じるけれども、やっぱりこういうこう公になってしまうものにも応募してくるっていうのは結構いるんだなっていうのを感じましたけどね。でもこれからが楽しみです。もう今日はみんなのこう夢を聞いて、それを次に形にするのが、まあ、ブリッターさんだしジョーさんだったりするので、その子のプロセスを近くで見てられるので、じゃあ今回はこの方々で決定ということでよろしいでしょうか？はい、大丈夫です、はい、今回厳正なる審査の結果、